今まで労働力としてカウントされてこなかったような方々、そういった方がインターネットやパソコンを活用して場所や時間にとらわれずにお仕事ができる、そういったサービスを作ることでこれからますます深刻になっていく労働力不足の解消を、まあ、民間企業として取り組んでいこうと。私個人でできることっていうのは、まあ、たかが知れて、ただ組織としてチームとしてであれば世の中を変えるような事業ができるんじゃないかなと。ウルルを一言で表現すると、超チャレンジ主義で超仲間主義の会社。チャレンジって一人じゃなかなかできないものなんですね。誰かがこうチャレンジしようとした時に、あ、いいね、まずそれ一回やってみようよ、みんなそういったスタンスの会社なので、チャレンジに対して臆することなく挑むことができる。何かチャレンジしようとした時に心理的安全性があるというか、自分の思いに正直に働きやすい場所です。応援してもらえる一言で言うと家族だと思います。やりたいっていう思う気持ちに関しては全力で寄り添う。やりたいけどって思ったら絶対手挙げてやるとみんな支えてくれるんで、迷わず自分の気持ちに素直になって。もう転職して3年ほど経つんですが、営業の数字がいかないことで何かやったら詰められてる人全く見たことがないんですね。これがやっぱり非常に驚き。達成はできなかったけども近づけられたよねみたいなことをすごく評価してくれる会社。自分の仕事止められたことは一度もない。もちろん会社に所属して会社のビジョンとか自分のミッションをどんどん追い求めていっていただきたいんですけれども、一方で個としての目標やビジョンを実現してほしい、この同時達成を狙いたい、こんな学生さんにぜひ来てほしいなと思っております。日本という国は世界に先駆けて労働力不足っていうのを迎える過去に経験したことがないんですね。人類がケーススタディがない、自らでこう想像していかなければいけない、失敗を恐れずにチャレンジしていく、そういうまあマインドを持った会社でありたい。